セイロン日経はスリランカ原産のクスノキ科の小型常緑樹である。そのうち樹皮は香辛料のシナモンを作るために使われる。この植物種自身もシナモンと呼ばれることがある。種商名のベルムはラテン語で真実のノイ。英語ではトゥルーシンナモンツリー及びセイロンシンナモンツリーと呼ばれる。古い植物学上の異名キナモムムジラニカムは スリランカの旧称であるセイロンに由来する。現在でもスリランカは世界のセイロン日系供給量の80-90%のを生産しており、セイシェルやマダガスカルにおいても商業的規模で栽培されている。セイロン日系は高さ10から15メートルになる。葉は狂乱系で長さ78センチメートルである。花は塩水花序であり、緑がかった色と独特の方向を有する。 果実は紫色の1センチメートルの角下で単一の種子を含む。葉は大きく光沢があり、葉脈がはっきりしていて美しく、観葉植物として利用されることもある。樹皮の風味に基づいて複数の品種が存在する。ありがとうございます。